プリボイ自動車工場は、セルビア、ズラティボル群プリボイに本拠を置くトラックと、組用車両の製造を行う自動車メーカー。今日、セルビア政府が、株式の大半を所有しており、セルビア防衛産業の一社となっている。創業当初スイスの商用車メーカーである、アドルフ・ザウラーとライセンス契約を締結し、ザウラートラックの製造を行い、ザウラーイコールウェルケブランドとして4トンと6トン積み、 トラック17台の販売を開始している。1959年、年間生産台数を3600台に増やす目標を掲げ、新規組み立てラインを構築したことにより、生産台数は1000台へと拡大する。1962年には、新型車両を開発し、年間生産台数は2000台へ増加。スロベニア、ルブラナで行われた。 メーデーパレードでのファップ6 g 1 9 7 0年には、ダイムラーベンツとのライセンス契約を締結し、DB1113、DB1213 トラックの製造を開始。この頃には、年間5000台を製造しており、4万000台の数年にわたる生産計画が開始されている。7月15日には、ユーゴスラビア諸国の企業と協力し、 ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国ではファモス社、クロアチア社会主義共和国ではダスト、マケドニア社会主義共和国では11億トムブリ社など製造と金融面での協力を行っているほか、エジプト、タンザニア、スーダン、チュニス、リビア、ナイジェリア、スーダンなどアフリカ諸国に対し輸出を成功させている。百七十五年には外国の投資によって、 FAP に新しく組み立てラインが開設されたことにより、年間生産台数は1万台に増強され、数々の新型ベンツトラックを市場に送り出している。1976年にライセンス契約の範囲が拡大したことにより、車両総重量が12トンから26トンの車両製造を開始し、130から320馬力のディーゼルエンジンが搭載されている。 この経験から1978年に全輪駆動式の大型軍用トラック FAP2026BDS-6X6 が新規に開発されている。1979年は年間7000台のトラックとバスの製造を行っており、国内外の需要を完全に満たす状況であった。1983年、軍用トラックの後継型となる。 FAP2632BDS-8X8 を開発。走行状態で20トンの積載能力を誇っていた。その後、FAP は数回にわたり工場の拡張を行ったことで部品製造も開始しており、年間生産台数は1万5000台に増加している。 1990年代、国際社会によるユーゴスラビアに課された経済制裁の影響により、制裁解除後には多数の市場を失ったことにより、業績が悪化している。1995-1996年に、イカルバスと共同開発した車両、FAP2026GC-B6X6 を使用し、プリボイ・ベオグラード・モスクワ・ウランバートル・ペキン・ダルヤン・ベオグラード。 プリボイの陶器ユーラシア横断クロスカントリーを行い139日間で走破している。またクロスカントリーの途中、トラックの耐久性を検証するため、ゴビ砂漠でテストを行っている。2002年、民営化に向けた準備プログラムを開始する。2014年、フィンランドのトラックメーカーであるシスオートは、セルビア政府と協力しファップの買収を提案。しかし、 双方戦略不一致のため交渉は決裂している。セルビア政府はこれまで企業に対し合計250万ユーロもの資金を投資しており、制裁の影響やユーゴスラビアディナールのハイパーインフレなどによる業績の悪化に対し、健全化に向けた包括的な再編プロセスを策定しており、この理由から1000名以上の従業員が退職金を受け取ることができずに会社を去っている。 最終的に巨額な債務は裁判所の判断により、ファップの株式に返還されることで決着している。現在は、セルビア軍の軍事車両に関する供給とメンテナンスを受け負っており、セルビア軍と新型車両に関する新規契約を交わしている。セルビア陸軍で稼働する多連装ロケット砲を搭載した、LRSVM モラバトラックトラクターガンプトラック。 ファップ三3 0 3 5ダンプトラックバスファップ a 百 a 5 5 9 4連接バスシャーシ。ありがとうございます。